おせちには魔除けの意味もあるみたいなんですけど、素材に魔物を使うのは魔を倒してるからありですよね。今年もこうやってみんなで美味しいものをたくさん食べていきたいですね。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。今年もこうやってみんなで美味しいものをたくさん食べていきたいですね。広場でたこ揚げしてますよ。たこ揚げ、なんだかお腹が空いてきちゃいましたね。明けましておめでとうございます。今年もたくさん美味しいものをいっぱい食べましょう。新年最初の約束です。あなたはもう今年の抱負を決めていますか？私はみんなが幸せに暮らせるような世界をです。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。おせちを食べてパワーアップ。年の初めは美味しいものをです。食べても食べてもなくならない、そんな夢のおせちを作りましょう。縁起物はいくらあっても困りませんよね。おせち、心を込めて作りました。見た目はちょっとあれかもしれませんが、味は保証します。はい、どうぞ召し上がれ。年の初めも美食を追求しますよ。魔物を使ったおせち料理ってどうでしょう。元気いっぱいな魔物をたくさん使えば縁起物になると思うんですよね。
明けましておめでとうございます。今年もたくさんおいしいものをいっぱい食べましょう。新年最初の約束です。年の初めはおいしいものをです。私の着物似合ってますか？髪もいつもと違うんです。もっと近くで見てください。特別ですよ。究極の魚っていうくらいだからな。もし手に入ったらあいつにも食べさせてやりたいんだ。極上の味っていうくらいだし、うますぎて腰抜かすんじゃないか。ガイドいたします。参りましょう。この調子ですね。ブレッシングスピリット。勝利を張り切っちゃおう。おまとも、ニューイヤーストライクマジで必要なモリパワーです。守りを固めます。吹き飛ばしちゃいます。お守りします。勝利を照らします。ニューイヤーズブライト。あんがとね。あんたの出番はないわよ。何発でも打ち込むわ。ニューイヤーご加護を払いたまえ、清めたまえ、祝福の御子神楽。サンキュー。オーディいっけー。ひよりハッピーサンプ。素晴らしいです。今年も美味しいものをたくさん食べますよ。
守りを固めます。初詣のおかげかしら。行きますよ。あっちで餅つきをやってるみたいですね。行きましょう。自分でついたお餅は格別ですよ。広場でたこ揚げしてますよ。たこ揚げ、たこ揚げ、たこ揚げ。なんだかお腹が空いてきちゃいましたね。今年もこうやってみんなで美味しいものをたくさん食べていきたいですね。こうして料理を食べるのはいつものことですけど、お正月を一緒に過ごす思うとなんだか照れちゃいますね。毎年こうやってあなたに手作りおせちを食べさせたいって思うのは欲張りでしょうか。おせち心を込めて作りました。見た目はちょっとあれかもしれませんが、味は保証します。はい、どうぞ召し上がれ。おせちには魔除けの意味もあるみたいなんですけど、素材に魔物を使うのは魔を倒してるからありですよね。